木戸美漠は、兵庫県加古川市出身の元プロ野球選手、監督、コーチ、ポジションは当主。兵庫農業短期大学附属高等学校を経て、1955年に、読売ジャイアンツへ入団。1956年に一軍公式戦に、初登板して3勝を挙げると、1957年は17勝7敗で、新人の藤田元寺と並んで、 チームの勝ち頭になるとともに、勝率。708で最高勝率のタイトルを獲得。防御率も2.36でリーグ6位に入った。1958年は調子を崩してに、軍落ちするなど一生に止まる。1958年調子を持ち直して5勝を上げるが、以降は勝ち星を上げることができず、1961年、限りで引退。引退後は、投資コーチ。 二軍投手コーチ、一軍投手コーチ、一軍投手コーチ補佐、三軍監督、二軍育成担当チーフコーチなど、巨人の指導者を歴任。その合間を縫って、領長、スカウトなども務め、1998年に退団。スカウト時代には、高橋十三を獲得した。1956年5月20日に、広島総合球場で開催された広島カープとの、 ダブルヘッダーで巨人に3連敗してイライラしていた熱狂的な広島ファンがスタンドからビール瓶などを投げ込みマウンドからベンチへ引き上げようとしていた木戸の右足にビール瓶が命中し膝下を二針縫う負傷をしたその後も巨人の水原茂監督がバスに乗り込む前にファンに暴行される事件が起こりこれらのことに対して巨人側は犯人を見つけない限り 二度と広島では、試合を行わないと発言した。その後、犯人が出頭し、結果的には替え玉であったとはいえ、犯人出頭を評価した巨人は、広島での公式戦開催を承諾し、事件は収まった。シンカーカーブスライダーフォークシュート、ナックルと、多彩な変化球を全く同じフォームから投げ分けた。さらに球筋も一定しなかったことから、当時の二軍監督であった。 千葉茂が気度に秘訣を尋ねたところ、実は僕にも玉の行き先がわかりませんとの返事であったという。コルゲンコーのキャラクターに容姿が似ていたことから、仲間内ではコルゲンコーと呼ばれていた。ありがとうございます。